スマートフォンアプリひよこまみれは、名前の通りひよこが泡のように溢れて画面がひよこだらけになっているです。画面の下の方をタップするとひよこが飛び出して奥の方に着地します。そしてだんだん押し出されて前に出てきます。前の方にはネットが張ってあり、ここに落ちればピオコインがゲットできます。ただし脇の海に落ちてしまうとコインゲットにはなりません。ピオコインを使うと新しいひよこを手に入れることができます。ひよこの種類が増えてくると画面がどんどん賑やかになっていきます。ひよこはいつでも好きなだけ飛ばせるわけではなく、左下に表示されるひよこインの数だけに限られています。また手前の巣にひよこを落とせば、落とした分だけひよこが飛んでいきます。さらにレアひよこを巣に入れるとピヨピヨタイムとなり、ボーナスステージに突入します。両サイドの海がなくなり、ひよこイン大量ゲットのチャンスです。4つの卵の中からハズレを出してしまったらボーナスステージ終了です。画面を埋め尽くすひよこに癒されたいなら、このひよこまみれで遊んでください。ダウンロードは無料。この動画の詳細説明スペースにあるアプリ詳細ページへの URL からダウンロードページへ進んでください。